あ、これ全然バックスじゃない画像出し続けてますけど、サムライハート楽しかったな。なんかね、僕はフワ君非常にあのリスペクトでして、はい、あのね、イカれてるんですよ彼は。彼はなんだろうな、あの、彼は裏でイカれてる人間なんですよ。なんだろう、なんか結構有名なんですけど、 CR カップという、あの CR カップじゃない、ちょっとあの僕あんまり詳しくないんで間違ってたりすみませんけど、 APEX ですごいなんかね、大事な大会の大事な場面でちょっと危ないから部屋に入っとけみたいなシーンがあって、ドアが閉まってって、でよし今だったら回復できるって閉まってて、そこで防衛線固めてたところ、フワ君がドーンってバーンだかドーンだか言いながらドア開けて、思いっきりそこになんか手榴弾投げられてボコボコにされるっていうシーンがあったんですけど、そういう怒りをナチュラルに、絶対お前は何やれた、大丈夫、俺透明になれっから、マジ見えねえだろこれで、何やってんだよバカ、やばい、あっ回せろ回せろ、俺が言ったんだっていうシーンがあったんですけど、そういう怒りをナチュラルにし続けてる人なんですよ裏では。そうだからもうね、めちゃめちゃ面白い、クレイジーマンです。クレイジーマンですね、フワミナト AKA クレイジーマンです、よろしくお願いします。そういう人間なんで、ね、僕もめちゃめちゃツボなんですけど、ね、だから普通に個人的に好きだったんでね、なんか一緒にできてよかったんですけどね、いやーなんかね紫一色でね。